はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の円の接線の方程式丸2をお送りします。で、前回からね、接線が始まって、まあ、前回公式メインでやりましたけど、今回はね、違うタイプの問題を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？まあ、じゃあ早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、1番はですね、まあ、前回と同じく接線の方程式をね、求めに行きたいと。ただし、何かが違うのね。実は円の、ね、方程式も出てる、で、接点も出てるのね。だから、あれ、公式使えんじゃんっていう感じがするんですけど、円がですね、中心が原点にないっていう。前回の動画、1番と2番の問題って全部原点だったの。x の2乗プラス y の2乗イコール数字っていう感じでね。でもそうなってないの時の解き方をやります。で、まずこれ、円あるでしょ。で、これはまず因数分解というか、円のね、中心が分かるように求めていきます。で、これも以前やってるので、x2 乗とプラス 4x の部分から、x プラス2の2乗。で、y の2乗とマイナス 6y の部分から、y マイナス3の2乗をします。で、4と9を余計に足しちゃってるので、足したね、まあ13を引かなきゃいけないと。で、マイナス13とマイナス12がくっついて、マイナス25。それを右辺に持っていけば、こうなって、中心がマイナス2の3、半径5だね。っていう円に変形が OK になりました。で、じゃあこれで、公式みたいな感じでやればいいんじゃないのっていう感じがするんですが、これちょっとストップなんです。それが使えないと。ちょっと工夫が必要でね。で、これ実は、こういったタイプの円の方程式と接点が分かってれば、そのね、接線の方程式を求める公式があるんです。で、一応公式書くね。俺使わないんだけど、これ。使わないというか、これを覚えてない、ちゃんと。で、x1-a。x-a プラス y1-b y-b イコール r の2乗と、一応これが公式です。はい。で、もちろんこれに近いことをやっていくんだけど、これを覚えてないだけで、もちろんね、それで覚えて使いやすいっていう方はそれでいいからね。わざわざ俺に合わせる必要はないので。で、どうやるかっていうと、結局前の時ってここが x の2乗、y の2乗だったでしょ。で、まあ、1の7だったら 1x、まあ1書かないけどね。1x プラス 7y イコール25ってなった。で、同じようにやろうと思ったら、x じゃなくて今 x プラス2じゃんか。だから、1後で消すからね。1x プラス2プラス、で7だから、7、で y じゃなくて y マイナス3使ってるから今。y-3 イコール25ってこんな感じにしたい、本当は。ただ、これ実は1と7、ここで数字が変わるんです。で、どうなるかっていうと、結論から、先にやるか。これね、中心が、今、マイナス2の3でしょ？で、さっきも言ったように、前やった公式っていうのは、中心が原点にあってほしい。その時に使える技だからね。だから、中心を原点に移動させちゃうの。イメージとしてはね。で、原点に移動させたら、その1の7も同じ分だけ移動させます。で、今、マイナス2から0に持ってきたじゃん。ってことは、2動いて、プラス2動いてるでしょ。マイナス2から0だから。プラス2動いてるから、この1もプラス2動いて、3になる。で、3が0になってるから、これマイナス3移動してるじゃんか。だから、7もマイナス3移動させて4になるんです。イメージは、ここの中心を原点に持ってきた。その時こいつも動いちゃったよねって同じ分だけ。で、動いちゃった、この数字を使うんです、今。で、どこで使うかっていうと、この3と4がここに来るの。だから、こうじゃなくて、3括弧 x プラス2、これ使うからね、そのままね。で、プラス今度4だから4括弧
y-3=25 となります。で、あとこれ展開する、展開すると 3x+4y、 どうしようかな、全部左辺に、まあ右辺でもいいか、この場合だったらね。32が6と -12、-6 だから移動して31か。で、これは前の問題でも言いましたけど、全部左辺に持ってこいという先生だったら持ってきてね、-31にして。で、こんな風に解きます。で、実はこの公式も今これをやってるんです、実は。ただ、個人的には X1 と A と Y1 と B と R っていう文字が多いので、結構ね、こう今まで、その受講師の時もね、教えていくと、パニクっちゃう子の方が多い。公式にとらわれて、X1 がどれで、A がどれでってなってしまう子が多かったので、俺はこうやって中心を持ってくる。その時こいつも移動しちゃったよねって。で、移動しちゃった数字と、あとはここのペアを使えばいいんだよっていう風によくやってたんで、まあ、もしね、そっちの方がやりやすいと思えば参考にしてみてください。よし、じゃあ2番、行きましょう。で、次は円がまたあって、直線があると。で、こっち K 入ってるけどね。で、これが接するとき定数 A の値を求めようという問題です。で、こっちはめちゃくちゃ簡単です。で、なんで簡単かっていうと、新しい知識がないから。実は3つ前の円と直線の共有点丸2とか、そこでやった知識と全く同じです。言い方が変わっただけで。で、何かっていうと、これ接するじゃんか。まあ、つまり接線ってことなんだけど、こいつが。接線と、まあ、円と書いちゃおうかね、一応ね。円があって、まあ、接する。これ、言い換えると、共有点が1個って意味でしょ。じゃ、共有点が1つになるとき、どういうときっていうのを前やってるんだよね。だから、それと同じことをやります。で、まず、これと、これを連立方程式の感じで、あの、y をね、代入法で、y を消しに行くと、x2 乗で y の部分にこの 2x+k を入れるからの2乗でイコール20か、こうなる。でちょっと整理するね、全部左辺に持ってきます。 5x2 乗でここが 4kx のマイナスじゃないプラス k の2乗マイナス20イコール0と。で、さっきも言ったように言い換えると共有点が1個なんです。接するときっていうのは。で、共有点が1個っていうのは、判別式。今ね、4分の D 使えるからね。が、0になればいいんでしょ。共有点1個って。だから同じなの。判別式イコール0になればいいから、B' の2乗。半分が 2K なんで、B' ね。で、2K の2乗で、4K2 乗でマイナス AC だからマイナス5にしてここに配ればいいからマイナス 5K2 乗プラス100イコール0で、これ整理すると K の2乗イコール100か、だから K イコールプラスマイナス10だね。これが答えとなります。いいかな、下に横に行く人なかったね、あいつのね、まだね。なので、まあ、接するときと言われれば、その共有点が1個と同じだよね。っていうことで、同じやり方で解いてもらえたらと思います。では、今回は、高校数学数2の円の接線の方程式2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は、またちょっと違うタイプの問題をね、取り上げますので、もしよかったら、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。